世界中の皆様こんにちは、コパムーンです。ウィス。今回ですけども、僕今富士市のとある、ラーメン屋さんに来ております。で、ここのラーメン屋さん、何やらチャーハンがとんでもないインパクトがあるっていうので、ここに来ました。で、僕このチャーハンの存在は知っていたんだけど、一回も来たことないので、ちょっとそこに行きたいと思います。ここです、天心さんってとこです。この紅チャーハンっていうのがなんかすごい有名らしくて、日本で2番の味、日本で2番の味らしいです。日本で1番は分かりますよね、お袋の味ですよ。その次にうまいっていうので、ここをちょっと楽しみで来ました。では皆さん、お店の方に行ってみたいと思います。ではお店の方に入っていきましょう。はい、天心さんです。しまーす。僕はチャーハン半ラーメンセットを頼みました。お腹すいた。まだ来ない。はい、来たこれだよ。真っ赤っか、すごい真っ赤です。すごい。では、いただきます。お腹すいた。見て、この真っ赤、真っ赤チャーハン。うん、匂いは美味しいチャーハンです。では、いただきます。うん、うめえ、めっちゃうまい。全然赤い味はしません。うまっ。このセットで900円、ラッコもついてます。いや、これ普通にうまいわ。おいしい。うん、別にすごい大量に紅生姜が入ってるわけでもないし、ね、普通のチャーハンの味すごいうまい。なんで特別かな。めちゃくちゃうまいんだけど。すいません。このチャーハンはなんでこんな赤いんですか。情熱です。情熱ですか。はい、ありがとう。あ、じゃあスペインの方。あ、はい、そうです。あ、そうです。だからそうなんですね。あの、ラテン系の江戸っ子です。あ、ラテン系の江戸っ子。スペインじゃないな。わかり、謎が解けました。はい、ありがとうございます。美味しかったです。よかったです。情熱の赤らしいです。
看板娘のお姉さんはスペイン人でした。ありがとうございます。謎が解けました。めちゃくちゃ美味しいです。よかったら富士市の天心さん来てみてください。情熱のチャーハンが食べれます。では皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。ほなね。